札幌は一日を通して氷点下、昼間も極寒となりそうです。さあ山口さん、はい、今日は北海道方面中心に厳しい冷え込みとなっているようですね。そうなんですよ、はい、今回入ってきている北海道上空の寒気の予想なんですけれども、はい、まあ、これこの後15時ですね、上空1500メートル付近にこのライン、これマイナス18度線なんですよ、はい、もう一本この辺りにあります、これがマイナス21度線。北海道上空1500メートルでマイナス20度くらいの寒気が入ってくるというのは、はい、北海道としてもかなり強い部類ということになります、はい、その結果気温もあまり上がってないんですよ。で今札幌市マイナス6度しかありません、はい、でグレーの丸印がいくつかあるんですけれども、こういったところは今も氷点下10度にも達していないというエリアでして、はい、今日は本当に厳しい寒さの一日ということに今なっています、はい、でこの後も、ね、気温上がらないんですよ。で予想の分布ご覧いただきますと、この白いところが氷点下10度今、はい、濃い青が氷点下5度以下なんですけれども、もう夕方から夜にかけては全道が氷点下5度以下ということになっていきます、まあ、札幌も昼間もかなり寒いですし、夜はまた冷える。で内陸部中心に今夜は広い範囲に氷点下10度以下となりそうでして、はい、放射冷却が効くと、はい、もっと、ね、冷えること多いですけれども、はい、今日は寒気そのものの寒さが広く出そうですね。はい、わかりました、まあ、こちら雪も注意警戒が必要ですが、雪だけでなく厳しい寒さにも要注意ということですね。そうなりますね、はい、暖かくしてお過ごしください。